大会に向けて刈谷での開催を盛り上げようと、さまざまな PR イベントが行われました。多くの人でにぎわうわんさか祭りでは PR ブースを出展。はい、当たり。はい、おめでとう。じゃあこれどうぞ。これをうまく使わない。工場電気設備を模したパズルゲームなどが子どもたちに大人気でした。ステージではイメージキャラクターのアイチータも応援に駆けつけ、クイズ大会などで開催をアピールしました。9月には競技会場となる産業振興センターでプレイベントキッズものづくりワンダーランドが催されました。技能五輪の開催を記念し、次の世代を担う子どもたちにものづくりの楽しさ、大切さを直に体験してもらおうとするイベントです。未来のロボットなどの展示コーナーや、風で走る車を作って競い合うレース大会、楽しみながら科学の知識が身につくものづくり教室などが子どもたちの人気を集めていました。会場の一角には機械組み立て競技の実演コーナーが設けられ、実際の出場選手が繰り出す技の迫力や本番の緊張感を体感することができました。ステージではものづくりイベントにふさわしく、第2回東海地区高校生駒大戦が開催されました。愛知、岐阜、三重、静岡の高校生79チームが自ら旋盤などで製作した駒を回してものづくりの技を競います。使用する駒は直径2センチ以下、1対1で対戦し、土俵の外に出るか先に止まった方が負けです。まさに文字通り技と技のぶつかり合いで、会場は大いに盛り上がりました。競技開始を翌日に控えた11月28日、愛知県体育館では開会式が華やかに催されました。皆さんの人生の一番素晴らしいシーンがこの愛知で誕生すると思います。愛知県選手団。今回の大会に参加した選手総数1200人は過去最高の人数。そのうち229人が愛知県の選手で、こちらも全国一の参加者数となりました。選手代表には刈谷市も含めた会場8市の子どもたちから花束と激励のメッセージが送られました。頑張ってください。素敵な励ましの言葉をいただきました。いよいよ競技本番の日がやってきました。会場の一つとなる体育館周辺では、楽しいステージイベントや物産展なども合わせて開かれ、会期中の2日間にわたって多くの人が訪れました。体育館横の武道場では、いよいよ工場電気設備の競技が始まりました。最初の課題は制御盤の組み立てからです。この後昼食を挟んでプログラミング故障診断と続きます。体育館のアリーナでは機械組み立て競技も始まりました。競技終了までの7時間、選手たちの集中した戦いが続きます。その隣では機械製図競技も始まっています。この競技は2日に分かれて行われます。1日目は CAD を用いた平面図面の作成、
目は与えられた小型エンジンの実物から立体モデルを作成します。もう一つの会場、産業振興センターでは精密機器組み立ての競技が始まりました。こちらも制限時間は7時間。課題は公表されていますが、当日に一部が変更され、選手たちの臨機応変な対応が試されます。この大会ではどの会場においても一般公募されたボランティアスタッフが活躍しています。受付や交通案内、競技ガイダンス、選手の介助など大会運営の大きな支えとなりました。いました。16番終了。競技が終了しました。完成した課題はこの後時間をかけて厳正な審査が行われ、その結果は最終日の閉会式で発表されます。いつも通りの製品ができたん でやってる最中も楽しくて、満足できるものができたかなと思います。ミスがあったんで、80% ぐらいですかね。2年間やってきたんで、やることはやったんで、良かったかなと。大変でしたね。ちょっと予想してたのと違うところもあったんですけど、今回の課題とかは思ったように作成できたので良かったです。もうやりきったので100点満点で、本当に今までこの大会の金メダルのこれだけ出てきたんで、正直悔しいですけど、すごい満足してます。楽しいですね、将来の日本を捨てたことですけど、若い人たちが頑張って育てるのは非常にいいと思いますね。真剣に物事も集中してやってみえるなと感心しましたね。若いのに、若い選手が頑張ってるっていうのは非常に自分のエネルギーをもらえるんで、ありがたいなんです。で、僕らもそれを励みに、これから仕事頑張っていきたいと思ってます。全力を出し切った2日間。選手たちの顔には勝ち負けに関わらず、すがすがしい笑顔がありました。刈谷会場での4競技では、機械組み立てと精密機器組み立て、工場電気設備で銀賞と銅賞、機械製図では銅賞を獲得。この思い出は、彼らの今後の人生の宝物になることでしょう。努力し、技を高め、次世代につなげていくことの素晴らしさ。若い力がこれからも刈谷の日本のものづくりを支えていきます。